にちは、大表現です。ちょっとね、良くないことが起きてしまいましたね。ここからだとちょっと見えにくいですね。まあちょっととにかく現場行ってみましょうかね。はい、ちょっと暑すぎるんでね、空調服とあとヘルメットとかかぶってもう完全装備、してちょっと現場に向かってますね。まだね、朝なんですけどね、すごい日差し強くてね、ビリビリきますね。あ、ちょっと現場見えてきましたね。ここデコポンですね、白縫いの畑なんですけども、はい、こういうことになってるんですね。これこういうことになりました。ここね、木の幹、これ本来こんなね白いはずないんですけどね、本当はねこういう枝はね色なんですけども、ここね白くなってるでしょ。これね、皮剥がされたんですね。でちょっとね、実は発見してから何日か、経ってるんでね、こういう風にね、なんか黒くなってきてますけども、発見した時はね真っ白になっててですね、遠目に見てもはっきり分かるぐらいね、あれ、なんかあそこの木白いなってなってですね、おかしいと思って近寄ってきたら、こう皮がねめくられてたんですね。でこれ今これ1本ですけども、隣の木もね、この木もまあ同じような目にあってますよと。で横の木もですね、この辺りとかねちょっとかじったりされてるんですけどね、鹿でしょうね。ここもこんなことになってるでしょ。この辺り一体ちょっとねやられてしまいました。鹿ね、この木の皮が大好きみたいでね、こうやってかじるようですね。実はですね、私がみかんを作り始めてからはね、初めての被害なんですね。これ鹿とかね、イノシシとか、まあ動物をこう畑に入れないようにね、柵で覆ってるんですけども、今回鹿がね柵の隙間から無理やり入ってきたようですね。どうもね、そういう形跡がちょっとあってね、もうそこは、ちょっとね柵を補強して、対策したんですけども、でこれね、まあほっとくと多分良くないと思うんで狩りはしないと思うんですけども、まあちょっとこのねむき出しになってるの良くないんでね、まあちょっとどうしようかなって方法を考えたんですけども、この切り口の面に塗ってるようなね、油合剤ってあるんですけども、それまあちょっとねたくさん塗らないといけなくなるんですけども、まあしょうがないんでね、今回まあやり過ごしておこうかなと思いますね。はい、じゃあまあちょっと塗っときましょうかね。はいはい、一応塗りましたね。これこれ結構時間かかるんですね。何分ぐらいかな、10分か15分ぐらいはかかったと思いますね。これまあこっちの面だけ違いますからね。木のこっち側回るとですね、よいしょ、まあこういう風にねこっちの面も同じぐらいこうねかじられてたんでね、全面まあ塗ってみましたけども、これいいんかな。ちょっとこれがね、ほんで何本もあるんで、結構こんなことするだけで時間かかりそうですね。これ油合剤はね、まあちょっとそれは農薬なんで、安くはないですけどね、まあ、これね余計な仕事に時間取れるというのがね、気持ち的にもねものすごく悲しいですよね。まあこれ動物の被害とかね、あとは石垣ですね、石垣崩れたやつのね、まあ、復旧作業、まあ、ちょっとやりかけてますけども、災害ですよね。災害のね復旧っていうのものすごくねこう気持ち的にもダメージありますしね、時間もお金もかかるんで、栽培続けていく上でまあしょうがないんですけども、でね、あとそのこれ塗りましたけどね、でこれで復活するのかどうかもう分かりませんからね、この状態だったらしばらくね、例えば収穫量がちょっと少なくなるとかね、効果がどうなるか分からないことにこう時間とお金をかけざるを得ないというのがね、ちょっと悲しいところですね。あ、そうそう、でね、犯人が鹿であるっていう証拠っていうかね、もう一つあってね、
ここなんですけどね、これこの辺わかります？こういうのとか、この辺もありますね。まあ、これ正雄ですね。草刈り機の正雄の、タイヤの跡なんですけど、正雄の作業でね、この辺り来た時に、あっと思ってね、この足跡、ずーっとこの辺ずっとあるんですよね。これなんかもそうですよね。まあもうね、畑の中には入ってないと思うんですけども、怖いですからね。なんかこうやって歩いててね、突然やっぱ動物来たらね、怖いですよね。動物園の鹿ちゃいますからね、何するか分かりませんからね、ほんまに。もう一回畑戻りますかね。これ今塗ったんですけどね、この穴ありますね、これ。これね、ゴマダラカミキリっていうね、カミキリムシなんですけども、もうね、みかんとか柑橘でもう一番嫌な、ほんまに害虫のね、一つですね。幼虫がね、木の中でむしゃむしゃ食べて育っていってね、で、成虫になったらね、こうやって穴を開けてね、こう出てくるんですけども、この隣の木を見るとね、ここもね、穴開いてるんじゃないですかね。で、この穴ね、新しいんですよ。今年、これね、ここから脱出してまだそんなに時間経ってないと思うんですね。で、この穴もね、ほっとくと良くないんですよね。ここに、こうね、雨降るとね、こう雨水がこう垂れてきてね、この中に入って、中が腐ったりしてね、枯れたりするんでね。穴もね、一応見つけたら塞ぐことにしてるんですけども。最近これやってるんですね、これ。これね、お隣のね、先輩の、同じようにね、みかんとか作ってる農家の先輩いるんですけども、先輩からね、ちょっと教えてもらってね、ポリコークっていうね、コーキングですね、これ。ね、コーキング剤で、塞いどくとね、いいでと。で、まあ、安いしと言って教えてもらいました。なんでね、この穴もね、塞いどきたいと思いますね。はい。ポリコークでね、埋めました。ほんでね、これやってる時にね、ちょっとね、気の迷いっていうか、ちょっと思いついてね、隣の木ね、ちょっと見てみます。 これですね。はい、これ。もうバッチリートの代わりにね、一回ですね、ポリコークを全面にね、ちょっと塗ってみました。手袋で直接、ちょっとね、塗っていきましたね。 これもこれでちょっとすごい見た目になりましたけどね。ちょっと前にね、その別のコーキング剤はね、カミキリの、この脱出口、これもね、穴、これで塞ぎましたけども、穴に詰めたりね、やったことあったんですけども、そのコーキング剤はね、なんかすぐ剥がれてきてね、すぐっていうか、その何年か経つとね、剥がれてきたりね、これせっかくこうやって穴に詰めてもね、こう穴の形ごとスポッとこう 抜けてきたりね、してたんですけども、このね、ポリコークはなんかどうも良さそうですね。なんでこれだったらこうね、こうやって縫ってもペリペリ剥がれてこないんじゃないかっていうかね、まあ剥がれてこないことを祈って、ちょっと縫ってみましたね。でね、ちょっとやりだしたらね、調子が 出てきてね。実はですね、もう隣の木とかね、こっちの方行って、もうね、大体の木被害を受けてるんですよね。で、こっちもね、こうやって縫ったりとか、実はね、この下の段も6本とも塗りましたし、ちょっと上の段も、やってね、ポリコークがね、全部 1本丸ごとなくなってしまったんで、もうちょっと作業をやめたんですけども。ちょっとね、これでも一旦ね、これで様子見ていきたいと思いますね。まあね、こう鹿にやられて悲しいんですけども、まあこの際ね、こういうのも、チャンスにしてね、一体これね、木の肌の保護ね、バッチシェードがいいのかね、このポリコークがいいのかね、ちょっとこのまま様子見ときたいと思いますね。ポリコーク、ただね、ちょっと不安な点がね、多分ですけど、石油由来の材料だと思うんで、前にね、同じように石油が原料のね、塗装用コールタール
ありますね。ウサギとか動物のに対してね、忌避効果っていうのを聞いたことあってね、こうちっちゃい木なんですけど株元にね塗ったことあったんですけどね、それはね失敗してね、枯れましたね多分なんか威力強すぎて気がやられましたね。このねポリコークはどうかなというのちょっと、まあ、不安な点ありますね。あと、まあ、バッチエイドもそうかもしれないんですけども、こう塗った面からね、まあ多分ですけど芽は出にくいでしょうね。でそこをちょっとねデメリットかなっていうか、まあ不安な点じゃ不安な点なんですけども、まあねこのままほっといて枯れたらもう最悪の事態というかね、もう意味ないんでね、これでまあちょっと様子を見ときましょうかね。まだ何本か残ってるんで、その時はね、バッチリと塗るかね、ちょっと他のこと何か考えてやっときたいと思います。はい、じゃあ今日も見ていただいてありがとうございました。みかん食べてですね、みんな元気に、楽しくやっていきましょう。はい、それじゃあさよなら。まあな、ピンチもピンチでチャンスにせんとな。